で、誰が来たん？グレイス、グフタス、リビオン。ああ、まあまあ、そこそこ強い人たち。主にグレイスが問題。重なってないよな、大丈夫だよ。ただもうほとんど残ってないから10人でしょう。城に4人いて自由に動けるのは6人だけだから、そう考えたら別に大した数ではないんだなと僕は思うわけですが、どうなんでしょうね。どうすっか。あー、クボンの兵数増やすか、乱節を回復しな、あ、まあ乱節は回復しなくていいか、70あるんだったら。ウェイン回復して、で、ついでにクモン回復する感じかな。これでベストっぽい。ちょっとよくわかんないです。ここは拙者が、マジ？グスタフ出てくるかもしんねえよ。マジか。マジか。ほーら、グスタフ出てきた。グッサフに守備の自分がやられたら最悪よ。ああ、まあ全然そんなことなくてよかった。まあ、グスタフは指揮能力低いので、さすがにレベル差があってもなんとかなるとは思いますが。念には念をでミラージュスターかなそこ対等に戦ってくれてる。グッジョーブ。損失数8。おかしいな。兵士的にかなりあっちが優秀ってか有利なはずなんだけどな。おっかぴーな。削れるな。しっかしグスタフもタフだな。 HP が意外と多い気がする。まあでもこのレベルだったらさすがに127あるもんな。そりゃ強いはず。わあ、なんかクロススラッシュが普通に強い。何こいつ嫌い。よし、捕獲。相手じゃな、出せるのがクモンくらいしかいないんだけど、バグフィー使ってみるか。割とありだと。相手先行できてくれるし、助かる。待機待機、先行待機。相手が先行で全部進めてきてくれるんだったらこっちは先行待機よ。これが一番強いと思います。ひょー、気持ちいい。三日月のところでだいぶ育ててくれたからな、ありがたいぜ。いてー、ジジイになんてことしやがる。突撃。ちなみにね、モブ系のね、文句層はね、全員ね、だいたいクロススラッシュでパワー30使うはず。パワー30、MP4 使うはず。ただちょっと使い勝手悪いんだよな。まあ、ちなみに獣人も似たような感じで、ものによってはスカイドライバーやらクロスラッシュとかで30使うんじゃなかったかな。ゴンゴス君がね、スカイドライバーで30使うはず。あいつの場合はクロスラッシュが最終技になるから、クロスラッシュじゃない、スカイドライバーが最終技になるから、それもあるのかもしんないけど。ファー、逃げられてんじゃねえよ。
あ、どうしよう。本当に出すやついなくなった。サターナでいいや。サターナこれ倒したら最高よ。防衛の陣とか使ってくるの？じゃあ俺も防衛使おう。で防壁前進させよう。頭悪いよねこれね。ただ防壁の陣自体の守備力アップっていう効果はちゃんと引き継がれるので。ただね、防壁の陣何が嫌いかっていうと、サラマンダーの出る位置がねちょっとずらされちゃうんだよね。から武将自体にダメージを与えられないっていうのが少し欠点ではあるんだけど、まあ、だいぶ防壁引いてくれるとサラマンダーで蹴散らせるのであんまり問題はないかな。ザクザク入るね。いいね。いや、まだ蘇生決めるには早い。あーバカ野郎、だってそれも使うったよ。せっかく人が兵力増用増強しようとしてる時に逃げた。挙句の果てに逃げた。あいつ許さねえ。お前らウェインの即死圏内に入ってることを忘れるなよ。グレイス君ちょっと苦手なんだよな戦い方が。基本陣形はメイジなんですけど、あいつの主武装にゴーレムっていうのがありまして、まあその主武装が厄介なこと厄介なこと。あーやめてください。あ違う、こいつサモンデモン使ってきやがった。きったねー。使ってくんだよなグレイスは。そういう子だから、性格が悪いでおなじみだから。サモンデーモンっていうのはですね、こっちのパワーゲージがたまらなくなる上に退却ボタンが使えなくなります。はい、クソ技です。これを主人公に打ってくるあたりマジで性格の悪さがにじみ出てるんですけど彼女。まあ所詮は貴様のような雑魚。あ逃げた。どうしてまだクロスラッシュ打ってないよ俺。あでも捕まえてくれた、助かる。うひょー、また MP 上がらねえ乱説。いい加減にしろよお前、本当に許さねえからな。はい、メイン君雑魚狩り行ってきて。使う間もなくグレイスが逃げてくれたからすげえ助かる。さ死のうか。君たちの運命は俺が決める。しゃあ行けー、突撃だー。敵は一人、しかも武将のみ。つまりどういうことかっていうと、こういうことだ。パンパーン。やっぱ即死圏内なんですね。しかもさ、何が汚いってさ、相手単体でもさ、相手のレベルかける5はさ、あの経験値入るからさ、ほんとそれが汚いよね。雑魚狩りって大事だって、両方とも 23×5 くれるんだよ。大切。100ずつでも経験値を稼いでいくのが一番大事。ハッ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 。雑魚狩りの帝王をなめるな。お前らは誰に喧嘩を売られたのかを分かった方がいい。ハッ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 。余裕ですよ余裕。圧倒的じゃないか我が軍は。しかしまあ兵力が乏しくなってきたな。どうしようかな。でさあ、あれだね、牢を補充係にするか。牢鋼あたりを一旦帰還させて兵士を補充させる。で補充して帰ってきてもらう。
あとまあそうだな、キャラによっては下で入れ替えっていうのもありえるし。あー、なんでシルビーの補充したくない、やめなさい。で、ローとシルビーと鋼を下に連れていく。でもあれなんだよな、下も下で城がそんなでかいわけじゃないから両方とも限界なんじゃないか、パッツンパッツンなんじゃないか。あ、出雲行ってもらえば問題はないのか。いやー、なんならさやかさんと交代でいい。お前ら出雲行け、邪魔だ。で、ファンダリアの残り兵数は2、3、1、1。まあ余裕で攻め込めますね。まあこっちの回復が済めばの話だけど、多分済まないんだよな、ギデオンとグレイスが定期的に攻めてくるから。あ、ちなみにね、掛け合いとしてはね、あのグレイスとウリルで何かしらの掛け合いがあった気がする。まあウリルさんは残念ながら縛りの対象内なので使いませんし、使えませんけど、どうせグレイスでしょ、グレイス単体でしょ、グレイス単体とギデオンが力を合わせてうちに攻めてくるだけでしょ、それ。そのムーブはそうでしょ。頭悪いよな、賢くすらないんだよな。こっちから攻めて両方とも相手にするのめんどっちいな。まあでもやるしかないな。早いとこゾンビ2人には退場願おうか。城から出てこないことを祈りつつゾンビ2人に退場願う。しかしまあゲーム制作側も想定はしてるんだろうけど、誰もファンダリアから攻めるバカ野郎がいるとは思わないだろうな。ちなみに僕はこういうプレイが大好きなので。あとね、単純にウェインとかみたいな主人公キャラのレベルがファンダリアから攻めると上げやすいので。なんでかっていうと、ファンダリアって基本的にレベルの水準が高いんですよ。で、まあそのレベルを高いやつを倒していけば君主のレベルが上がる、主人公のレベルが上がってって、でそれに引っ張られて味方もどん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 レベルが上がっていく。でその敵と戦うときに敵のレベルも高いからこっちのレベルはまだ上げやすい、まあ、不思議なもんですよね。さてこのパーティーでどうやってタイレルを倒せばいいんだ。リベンジマッチ。お前まだ HP 回復しきってねえじゃねえか、舐めやがって。8割型回復してたら、ああいけるいけるってなるんだろうな、あいつらは。マジで勘弁してほしい。だーから先行サモンデーモンやめろっちゅうに。まったくもう。でクモンは温存したいので、いやね、見えてた人は見えてたと思うけど、上からリディアが降りてきてるんですよ。そういうのもあって、やべえ、城の効果が高い。逃げられた、しかも。ギデオンくん、レイナートと一騎打ちさせて勝てるかな。まあ無理だろうな、レベル差的に。まあでも物は試しだ、アステアの心もあるし、やっちまえ。メテオストームの打ち合いになると思わせといて、メテオストームの打ち合いにはなぜかならないので、まあなぜでしょうね。きっとレイナート君の MP が足りないことと関係してると思うんですけど、なぜでしょうね。シャクラエギデオン、とりあえずサンダーフォールじゃ。お前の兵士の数を減らす。
着実にな。やばいやばい、減らされ方がやばい。撃て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 、負けるなメイジたち。だからお前の減らし方おかしいんだって、バカ野郎が。ギデオン君のメテオストームの威力はおかしい、間違いない。さあ何やってんの、チチクリアって。早く殺せよ。行きますよ。ギデオンしかもちょっと低燃費なんだよな、レイナートより。レイナート5使うんだけどさ、ギデオン4しか使わないんだよね。うぃー、一発でレッドゾーンよ。ざまあ見さらせ、骨骨マン。んで、サターナでタイレル倒して終わり。まあクモンもソマリオンも温存できてし、何も困ることはないだろう。ただな、相手が白守りっていうのがちょっと厄介なんだよね。ちゃんとその戦うところによってプラスマイナスの補正値がもちろんあるわけで。やめろ、なんでしかもブームなんだよ、許さねえ。はいはい、集中防御集中防御。サターナ君神装甲だから早く守ってあげて。マージで神装甲だからな、この男。さあ防壁の前部分ってどこなんだろうね。よし、ゲイ。そしてリザレクションだ。死ねえって言いながら死人増やすの面白いよね、好き。あ、やめて。あー、哀れなゾンビたちが吸われていく。さっきまで40いたんだけどな、敵と接触する前になんで減ってんだろうな、おかしいな。つか家庭耐えれる、どういう耐久値してんだお前。あーやめてくれー、せっかく増やしたのにまた減らさんでくれー。減らす前とほぼ同等、減らす前じゃん、増やす前とほぼ同等。畜生め、なんて数消しやがる。あ、タイレル君は逃がさないから安心してね、大丈夫大丈夫。あ、タイレル捕まってくれた、ありがとう。そしてさようなら。ソマリオン、お前に仕事がある。あ、でもお前兵士いねえんだ、行っちゃダメだ。あ、着いた着いたって言ってもあんまり兵士いないんだよな、ここの城。まあシルビーとローを回復して、で正直こいつは捕まえても捕まえなくてもどっちでもいいから城の外で相手しちゃおう。あ、まあでも城のレベル下げても文句ないんだよな、ここはどうせ敵地だし、レベル下げれるなら下げれるでプラスにしかならないんだけど、まあいっか、下げないに越したことはないな。シャイケオラ先行じゃ。ヒギホーリーシールド封じ、これがねえとやってらんねえ。ディリアはねマジ白兵戦クソザコなんだけどね、防御力も低いし HP 少ないしで。まあでも容赦はせんよ、さようなら。
こいつも専用グラフィックがあるキャラですね。ちなみにファンダリアはね、全員専用のキャラグラだったりして結構面白いね。はいはい、終わり終わり。ちょっと兵士の回復ができなそうだから、あれかな、兵士の回復と称してグレイス・ギデオンでレベリングになるかな。早えって、 U ターンが早えって。グレイスだけだった、グレイスじゃない、ギデオンだけだった。ギデオン多分 HP 半分も回復してないぞあいつ多分。いや、さすがに半分は回復した状態で来てるか。あーん、60ギリ半分以上。何してんだろう、そんなに欲しいのかな、この城。はいはい、くれてやるよ、この城お前にくれてやるよ。どうしよう、まあクモンだな、一番兵士いるし。兵士いるし、メテオストーム封じれるしで、クモンしかおらん。でもギデオンのメイジクソ強いから、いて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 、死ぬ死ぬ死ぬ、マジでやめろ、マジでやめろ。あれ全然たまんねえ、たまった。くたばれギデオン、ゾンビ君たち早く帰ってくんないかな。あー、もう2個城取らないとダメかな。しょうがねえ、ソマリオンに短期で行ってもらうしかねえ。ソマリオンサターナに短期で行ってもらおう。さすがにうざすぎるギデオンが。ちゃんと押しとるやろ。ランセスが早いとこ回復して合流してくれりゃいいんだけど、まあそんな余裕はねえな。ギデオンがやかましい、ギデオン、グレイス両方がやかましい。はいはい、民衆の指示はどうでもいいです。あら、すごい、そんなに上がるか。そういえばさ、まあ諸事情でなんだけど、いい加減足軽を雇用させないといけないので、ウェインに。そろそろウェインの縛りは、縛りというか、ウェインの勲章をあげないいじめは、いい加減に解除しますか。あー、お前も何もないのか。クモンもゾンビでいいや。文句じゃねえよ、ゾンビだよ。で、本来はあげなくてもいいんだけど、勲章もついでにあげちゃおう。パンダリオンくんはどこだっけ？あ、いたいた、パンダ。これで終わりかな？あ、まだランセスがいた。いつ戦ったっけ、ランセス。記憶にねえわ、ごめんな。で、レイナートも足軽なりドラゴンなり装備させないといけないんだけど、諸事情で。本当に諸事情で。なんだけど、そんなに余裕ないんだよ。え、グスタフってクロスフラッシュしか覚えないんだ。弱っ。
だこのクソ雑魚。あれ違う違う。あ、お前じゃない。お前も違う。お前も仲間なんでね。はあ、みんなが冷たい。コン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 。めっちゃペチペチやってんのシュールだな。パンタリオンで1しか上がらないってことはやっぱ50でマックスかもしれんね。どうだろう、次回も試してみるか。更新更新。それで上がらないようだったら50でマックスだろうし、上がるようだったらわからんな。よし次。いや550人も収容できる。何この施設、怖っ。さてさて、まずいね。今一人しかいないんだよな、あったかえるやつ。暗説は回復終わった？あ、終わったね。よし、じゃあまだマックスじゃないけど行こっか。マックスじゃないのはもうバグフィーから奪い取ってください。ああ、STR めちゃ高えんだけどな、乱説。それでもな、マジックが上がらないお前はクソだよ。正直ここにいる内政できない組って戦闘に使うくらいしか役に立たないんだけど。さあ、内政できる組っていうか、内政できるのがこんだけ人数いて、こんだけレベルも高くて1人しかいないという事実、私は心が震えているんですけど、どうなってるんですかね。キルレインだけ移動だな。出張王にワルデスやらサーボスやらも増えてるけど、どうでもいいな。グレイス相手だからもう地形効果フルに使っていかないとマジで負ける気がする。100対50だったら余裕な気がするんだけど、100対50じゃすらないからまずいんよな。しかも逃げれなくなっちゃうからな。こっちセーブしといてよかった、直前で気にせずセーブしてたけど。危ねえ。お前に演出の長いサモンデーモンを使わせるわけにはいかない。多分使ってくんだよな、こっちが打った後に。先行でこっちが打ってもあんま得にならないに、あ、打ってこない。珍しい。グレスさん、もしかして今日機嫌いいっすか。もう一発溜まっちゃうよ。いいんですか、打っちゃって。お前ごときに手加減はせん。死ね。この子のみたいなモーションあるの面白いんだよね、グレイス。はよ消えろ。あー、あ、来た、スイカが来た。まずい。さあ勝負だ。防壁の陣だ。なんかさ、視覚の問題だと思うんだけどさ、相手の方が多く見えるんだよな、敵兵士の数。左下のミニマップで見ると。くらえ。いやー強っ。さすがサラマンダー焙煎。
強すぎて泣けてしまう。よし、天空突撃。ちょうど15体まで削ってくれたから助かるわ。サターナさん最大25まで増やせるんですけど、あ、でもそもそも今兵士条件40じゃねえから、もうちょい早めに。あれ、お前すげえ増やすな。あれ、サターナって30くらい増やすんだっけ。なんかね、サターナが一番効力高いんだよね。サターナじゃねえや、一番高いのはセイラだ。またワンチャン兵種によるのかもしれないけど、確かサターナが一番増やす量多かったはず。捕まえろ、逃がすな。オッケー。あ、アースクエイクだ。アースクエイクと、なんだっけな、なんかもう一個のやつが敵も味方も固めちゃうクソ技なんだよ。アースクエイクはね、覚えるキャラとしてはサターナくらいしかいなかったけど、主要な使いやすいキャラの中では、そのキャラが覚えるクソ技ですから。ソマリオンが負けるわけないんだよな。そんなにレベル差もないし、そもそもソマリオン強いし、リストラされなくてよかったな。ワンチャンソマリオンは MP 上がんなかったらリストラしてたけど、最低でもな、5あれば十分だけどね。ソマリオンは331だから、本来はやっぱりそのソマリオンよりはローの方が使い勝手がいいから、初期兵種的な話でも。で、ランセスさん間に合います？それ、城の上でちょうどぶつかる感じ。どっち、間に合いそう？間に合わなさそうね。はい、頑張ろっか。乱説 HP43 しかねえ。あれ、ワンチャンクロスラッシュ一発で終わるのでは。打ちたい、すごく打ちたい。ただ分の悪い賭けは好きじゃない。乱説のクロスラッシュでワンパンかもしれん。それ3分の1しかないもん、ちょうど。100人がかりの突破の陣だ。食らえ。ちなみに100人がかりだとマジ敵までの到達がクソ早いです。まあただ到達が早くてもそんなに変わらないから、こうやって道を開いてあげないこと、開いてあげないといけないことに変わりはないんですけど、撃破。どうやら一度引いた方が良さそうだな。ファンダリアに加勢したのは失敗であったが、まあ良い、策はまだいくらでもある。ギデオンが捕らえていた、ギデオンが消えてしまいましたって言いますが、これ消えたのは本当に消えてます。ここに戻ってきません。もう金輪際ここには戻ってきません。で、もうグレイスも倒しちゃうともう戻ってこない状態に入るんじゃないかな。乱説、兵士をよこせ。ウェインが行くぞ。
でもう逃げることもないはずなのでささっと外に出てしまいましょう。いやーマジで助かるわ。確かね城が残り1個になんないと今みたいに逃げてくんないんじゃなかったかな確か。まあこんな感じでもうパンダリアも制圧終わったので、いやー長えなー、ここまで7時間かかってるよ。ちょこちょこ話しながらとはいえ、2つの国滅ぼすために7時間かかってますよ。何やってんすかね。ワンチャンのソードスラッシュで一発で決まんないかな。まあ無理だろうな。こら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 、やめなさいってそれ。好きね、それパワー30使うの知ってる。グレイスさん、あなたの場合30使うんだからさ、やめなさいよ下手に無駄打ちする。お前ゴーレム一発持ってこねえな。そういえばまあ大体ゴーレム打つ前に決着がついちゃってるのが悪いんだけど。どうやらここまでのようね。今日のところは引き分けにしてあげるわ。今度会うときは本当の私を見せてあげる。じゃあね。はい、こんな感じでグレイスももう戻ってきません。でね、本当の姿を見せてあげるって言ってるんですけど、次回戦うときは本当に本当の姿のはず。確かどうだったっけ。で本来は他7カ国全部制圧、7カ国制圧状態で向かうわけなんで、もうちょっと早くいなくなります彼らは本来はね。でまだ私たちはイベントの消化が残っているので全然進むことができません。次のターン丸々カットですね。兵士が補充しきりません。無理です。まあ次はトパーズを潰して、でまあやっとこさティリスと友達になって終わりかな。あとはジュノーン潰して終わり。ただジュノーンところを倒すために、でもどうなんだろう、なんかジュノーンところ倒すの厄介な気がするな。一応今兵士を変えないようにしてるんだけど、レイナートとメインに関しては、どうなんだろうな。てかあそこサターナ一人でサターナ兵士数少ないからめちゃくちゃ浮いちゃうな兵士が。よし、これでまあもうあとタイレルにここの城任せちゃっていいから、ソマリオンを移動させたいんだけど、次のターンで捕虜であれかな。どうしてもここの城こうやって固まってるから、水差し野郎が邪魔しやがってボゲー。また出兵させないといけない。あれとうとう取られたんここ。まあトパーズ的にもその方が守りやすいもんな。であそこの孤立しちゃってる連中はもう戻ることもできない。かわいそうに。サターナと、でもサターナももう約5面かな正直。もうここ制圧し終わっちゃったし、ソマリオンがあれを倒し終えたらもういらない子になる、いらない子になるっていうか
ホースマンの需要がなくなってくるので、まあ、まだ三日月戦であるっちゃあるけど。あ、ありがとう、助かる。うん、ネルソンも仲間になってくれた、助かる。いやー、ログ君は頑固だねー。だ、ジャロムも結局んとこ使わずに終わるかもしれん。まあ、使わずに終わったら終わったでしょうがないけど。ぶっちゃけ、もうホースマンの需要がないんだわ。主戦がねー、お、また見つけてきたな、ドラゴン。いらんよ。ドラゴンは正直縛りたいからいらんよ。ドラゴンまで使ったらマジでただの通常プレイだから。おもんないのよ、ドラゴンくらい縛らないと。どうせじゃんけんゲーだけどさ、じゃんけんでいう無敵を出してる状態みたいな感じになるからさ、兵士ドラゴン使っちゃうと。足軽以外に対してだけど。50以上はないのかな、やっぱ。うん、ないっぽいね。わかんないけど。とりあえずファンダリアをぶっ潰す前にもう一回セーブして。すごいな、前回のプレイ2月2日って書いてあるけど、多分これ 2,3 年前だぞ多分